鈴木新型ソリオギア新 SUV 2024年最新情報。2025年登場、新型ソリオギアの SUV 仕様の魅力とライバル車種との徹底比較。鈴木新型ソリオギアの全貌解明、競合モデルとの違いを徹底検証。皆さんこんにちは。今回は鈴木が開発中の新型ソリオギアに関する最新情報をお届けします。このモデルは2025年頃に日本での導入が予定されており、鈴木ファンや SUV 愛好者にとって待望のモデルとなること間違いありません。今回はそんな新型ソリオギアについて予測情報も合わせてお伝えしていきます。新型ソリオギアは従来のソリオをベースにした SUV 仕様の車両として登場予定で、その他機能性とデザインに多くの期待が寄せられています。鈴木はこのモデルに最新のデザインと技術を結集させることで、より広範なニーズに応えることを目指しています。まず注目すべきは新型ソリオギアの外観デザインです。このモデルはよりワイドで頑丈なボディを採用し、車高も高く設定されることでオフロード走行にも対応できるようになっています。このようなデザイン変更により、アウトドアやアクティブなライフスタイルを楽しむユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。またフロントグリルやヘッドライト、バンパーなども一新され、ダイナミックで力強い印象を与えるデザインが採用される予定です。ボディサイズについては、全長が 3750mm、 全幅が 1665mm、 全高が 1750mm となっており、ホイールベースは 2500mm です。このサイズ感は都市部での取り回しやすさとオフロードでの安定性を両立するバランスの取れた設計となっています。次にパワートレインについて詳しく見ていきましょう。新型ソリオギアにはいくつかのエンジンオプションが用意される見込みです。まず 1.0 リットル直列3気筒ターボエンジンが搭載される可能性が高いとされています。このエンジンは最高出力約103馬力を発揮し、5500回転で最大トルク 15.3kgm 生み出します。さらにこのエンジンは燃費効率と力強いパフォーマンスを両立しており、スムーズな加速と快適な走行を提供することが期待されています。また 1.3 リットル直列4気筒ディーゼルターボエンジンの搭載も検討されています。このエンジンはトルクフルな特性と優れた燃費性能が特徴で、長距離ドライブやトラック走行に最適です。最高出力は約120馬力、最大トルクは 26.5kgm を誇り、低回転域から強力なトルクを発揮します。さらに、新型ソリオギアでは 1.0 リットル直列3気筒、ターボエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムも採用される可能性があります。このハイブリッドシステムは、燃費効率の向上や低排出ガスの実現に加えて、走行性能の向上やスムーズな加速を提供します。鈴木独自のオートギアシフトシステムと組み合わせることで、より効率的な走行が可能になるでしょう。新型ソリオギアの燃費性能は WLTC モードでリッター約 25km を目指しており、環境に優しい一方でパフォーマンスも妥協しない仕様となっています。このモデルには 8R のリチウムイオンバッテリーが搭載されており、モーターアシストや EV 走行を可能にします。特に都市部での走行や短距離の移動でその進化を発揮することでしょう。さらに新型ソリオギアには最新の安全装備とドライバーアシストシステムが導入される予定です。例えば LED ヘッドライトやデイタイムランニングライト、パノラミックルーフといった先進的な装備が標準で装備される可能性が高いです。また駐車アシストシステムや衝突回避支援システムなどの安全装備も充実しており、ドライバーに安心感を提供します。新型ソリオギアはスタイリッシュでモダンな外観と優れた機能性を兼ね備えたモデルとして、スズキの SUV ラインナップの中でも注目される存在となることでしょう。特に新たに追加されるカラーバリエーションや既存カラーのリニューアルにより、ユーザーの個性やライフスタイルに応じた選択が可能です。最後にスズキが2025年に予定している新型ソリオギアの導入は、新たな市場での競争力を高めるとともに、ユーザーにとって魅力的な選択肢を提供することが期待されています。このモデルがどのような反響を呼ぶのか、今から非常に楽しみです。皆さんも新型ソリオギアの登場を
楽しみに待ちましょう。なお、新型ソリオギアが市場に登場することで、競合車種との激しい戦いが予想されます。このセグメントには、ホンダのフリードクロスターや、トヨタのルーミーカスタムなど、すでに人気の高いモデルが存在しています。それでは、新型ソリオギアがこれらのライバル車種とどのように差別化を図り、どのような強みを持っているのかについて、詳しく見ていきましょう。まず、新型ソリオギアは、ソリオのコンパクトなボディをベースにしつつ、SUV としての特徴を取り入れている点が大きな魅力です。これは、ホンダフリードクロスターやトヨタルーミーカスタムにはない独自性といえます。フリードクロスターはミニバンのスタイルに SUV 要素を取り入れている一方、ソリオギアはコンパクトカーと SUV のハイブリッドして都市部での利便性とアウトドアでの多機能性を両立させることを目指しています。特に新型ソリオギアのボディデザインはよりワイドで頑丈な構造を持ち、高い車高とオフロード性能を強化することでアクティブなライフスタイルを送るユーザーに対応します。これにより、フリードクロスターが提供するゆったりとした室内空間やファミリー向けの装備とは異なり、個人の趣味やアウトドア活動に重点を置いた使い勝手が魅力です。また、パワートレインの選択肢も差別化のポイントです。新型ソリオギアには 1.0 リットル直列3気筒ターボエンジンや 1.3 リットルディーゼルターボエンジン、さらにはハイブリッドシステムがラインアップされる可能性があります。この多様なエンジン選択肢は燃費性能とパフォーマンスのバランスを重視するユーザーに対して柔軟に対応できる点で、特にルーミーカスタムなどの競合車と比較してアドバンテージとなるでしょう。ルーミーカスタムはガソリンエンジンのみの設定であるため、特に環境性能や燃費を重視するユーザーにとっては新型ソリオギアのハイブリッドモデルが大きな魅力となるはずです。さらに、新型ソリオギアは最新の安全技術とドライバーアシスト機能を充実させることで安心感と快適性を提供します。これは特にフリードクロスターやルーミーカスタムと競合するポイントでありながらも、スズキ独自の技術を盛り込むことでより差別化が図られています。例えば、駐車アシストシステムや衝突回避支援システムは都市部での運転をサポートし、ドライバーに自信を与える装備です。また、新型ソリオギアはカラーバリエーションの豊富さやカスタマイズオプションの充実によって、個々のユーザーのライフスタイルや好みに応じた選択が可能です。これはフリードクロスターのように標準的な装備が充実している車種とは異なり、ユーザーの個性をより際立たせることができる点で大きな差別化要素となります。総じて、新型ソリオギアはコンパクトな SUV としての特徴を最大限に活かし、都市部での取り回しやすさとアウトドアでの多機能性を両立させることで、ホンダフリードクロスターやトヨタルーミーカスタムといった競合車種との差別化を図っています。また、多様なエンジン選択肢や最新の安全技術、カスタマイズの自由度など多くの面で競争力を高めている点がこの新型モデルの強みと言えるでしょう。以上、新型ソリオギアに関する最新情報をお届けしました。今後もさらに詳しい情報が入り次第随時お伝えしていきますので、皆さんお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。